おはようございます、エブリデイスタンピングのアケミギャリーです。アメリカ東海岸でスタンピングアップのデモンストレーターをしています。ごめんなさい、音がかぶっちゃいましたね。ごめんなさい、ちょっと直します。よいしょ。アメリカ東海岸でスタンピングアップのデモンストレーターをしています。ごめんなさい。はい、音を直しました。ごめんなさい、失礼しました。はい、ブリテンスタンピングのアケミギャリーです。アメリカ東海岸でスタンピングアップのデモンストレーターを13年しています。ペーパークラフトの楽しさと癒し効果をお伝えしています。今日はですね、昨日7月1日に、発売になりましたミニカタログジュライディセンバー2022とセレブレーションの、ご紹介をしたいと思います。はい、ご参加いただきありがとうございます。くにこさん、ありがとうございます。デザートドリームデザインさん、ありがとうございます。はい、そうですね、では早速ですけれども、セレブレーションの方からご紹介したいと思います。セレブレーションというのは、スタンピングアップの、大きなプロモーションでして、お買い物50ドルまたは100ドルごとに、こちらのカタログに載っている製品が無料でもらえる、それからホストですね、ホストというのはパーティーをホストしていただいた方にが対象になるんですが、300ドル以上の売り上げがご注文がある場合にまたスタンプが無料でもらえたりします。そしてジョインというのはデモンストレーターとして登録をしていただくんですけれども、こちらのスターターキットというのは99ドルで125ドル分の製品が、お好きな製品をカタログからお選びいただきます。プラスセレブレーションのプロモーション中ですね、7月8月の間はこちらのプラナースケジュール帳ですね、スケジュール帳とそれからこのスタンプセットがついてきます。私もこれをね、昨日オーダーしたんですけれども、デモンストレーターはオーダーできるんですけれども、価格としては49ドルでした。なので99ドルのスターターキットを払うだけで125ドル分の製品プラス、スターターキットはシッピングがフリーになるので、今 11% のシッピングがつきますので、シッピング代13ドル75セントになります。それも無料、省かれますね。なのでこのプラナーと合わせて約87ドルの分のセービング、お得になっています。ぜひぜひね、このプロモーション中にぜひ、ご登録いただけると、とてもお得だと思います。まあ、デモンストレーターとしてのベネフィットはですね、まず、20% オフでカタログの製品が購入できる。そしてですね、特に販売活動やお教室を運営したりという必要はなくて、自分の趣味だけにこのスタンピングアップの製品を購入したいということもウェルカムです。そしてですね、もう一つのベネフィットとしてはアーリーアクセス、新しいカタログが出ると、例えば今回こちらのミニカタログやセレブレーションは7月1日からお客様に販売になっているんですけれども、デモンストレーターですとそれよりも一月早く、6月1日から、カタログの製品を購入することができます。そしてですね、5つ目、これが私が一番気に入っていることなんですけれども、このスタンプコミュニティですねに、自分と同じ趣味を持った方とネットワークできるんですよね。私自身も、月に2回チームミーティングをズームでしています。スタンピングアップも、Facebook グループだったりインパーソンだったりオンラインの
ミーティングが、イベントが年に何回かあります。まあ、それもすごく楽しみなんですよね。で、今年久しぶりに2年ぶりにですね、11月にオンステージという大きなデモンストレーターが集合するイベントがあります。なので今登録していただくとね、そういったイベントにも参加していただけるので、あの趣味クラフトがお好きな方、ぜひぜひご参加ください。それではですね、早速セレブレーションのカタログから見ていこうかと思います。とにかくね、もうこのカタログ、ここ数年でちょっと私の一番のお気に入りですね。なぜかというと、セレブレーションの製品とミニカタログの製品がすごく、うまくコンビネーションされてて、すごくすごく素敵です。はい、では見ていきましょう。この動物さんですね、ヒッポカバさんのスタンプと、あと台も出てます。それぞれ50ドルずつのご購入で、ゲットしていただけます。はい、このペーパーですね、リンゴオブラブデザイナーシリーズペーパーなんですけども、これ素敵じゃないですか。私の好みですね、とってとても素敵で、ですね、こちらです。これ製品作るのがすごく楽しみなんですよね。このね、水彩画かな、で軽く描いてある絵柄なんですけれども、素敵ですよね。で、裏側がこんな風になってますね。秋にも使えるし、これなんかは夏っぽいし、これは秋に使えますよね。で、鳥さんが入って、こういったウォーターカラーのバックグラウンドに使えますよね。これなんかは雪にも見えますかね。はい、で、お家と、こういった、よいしょ、花柄、メダルのような柄ですね。はい、このキノコちゃんも可愛いですよね。で、この年輪。で、これですね、これがミニカタログの方のスタンプと台とコンビになってます。私もこれ昨日、そのスタンプと台はオーダーしたので届くのが楽しみなんですけれども、ですね、どんな、リングドウィズネイチャーバンドル、カタログの62ページですね、62ページ、こちら、このスタンプと台とコンビネーションになってます。すごくね、これ可愛いですよね。メリークリスマスメッセージですね、メリークリスマスラブ&ウォームスというと、なんか例えば、まあ、ハートマークと合わせて結婚式とか結婚記念日にも使いますよね、この年輪ということでね。はい、あと Get Well Soon Just For You Happy Anniversary Thinking of You というのがメッセージで入っているので、年柄、一年中使えるスタンプセットだと思います。で、素敵なのがまた、このね、台がですね、台と、あとこのトリーリングスハイブリッドエンボスフォルダーというのが見えるかな、はい、エンボスをしながら台カットできるというね、ハイブリッドな製品ですね。これすごく楽しみな製品の一つです。はい、よいしょ、あ、皆さんありがとうございます。どうぞメッセージ残してくださいね。あ、佐藤6440様、ありがとうございます。こんばんは。どちらか見ていただいているのか、メッセージどうぞ残してください。ありがとうございます。ありがとうございます。日本時間は夜ですかね、土曜日の夜10時、夜遅くにありがとうございます。
もしお気に入りの製品とかございましたらぜひメッセージください。はい、で今度こちらですね。これはエンベロップ、封筒とカードのセットになってます。ここにサンプルで出ている製品もスプレンデッドデイスイートと言いまして、こちらは64ページ、ミニカタログの64ページ。これね、ホリデーミニカタログなんですけれども、すごく春っぽいイメージの製品ですよね。というのはこれ南半球のオーストラリアのマーケットはこの春先ということで、こういった色合いが選べられ入ったそうです。すごくね、ペーパーも、こちらもペーパーすごいおしゃれで、ホイル加工されてます。はい、こんな感じで、すごいテカ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 して、色はですね、コッパー、はい、プレソフトシーフォーム、これはサハラサンドになるのかな、サハラサンドのペーパーですよね。こんな感じ。これがフレッシュフリージアになりますね。これもテカテカして、すごい豪華なペーパーになってます。これもサハラサンドになりますね。はい、でこれがペタルピンクで、裏返すとこういった淡い色合いになります。でこれも、まあ、春夏だけでなく結婚式だったり、女性のね、あ、ごめんなさい、カメラを叩いてしまいました女性のね、なんかカードを作るのにすごく素敵だと思います。でこれにコーディネートされたスタンプセットと、はい、スタンプセットと台はこちらですね。でこちらですね、先日スタンピングアップのオンラインのイベントでクリエイティビティナウというイベントがオンラインでありました。デモンストレーターが参加できるんですけれども、この製品を使った作品をいくつかね紹介してもらったので、私もぜひぜひね作って皆さんにご紹介できたらと思っています。楽しみにしていてください。よいしょ。はいはい、でもう一つこちら50ドルで無料でついてくる作品、ごめんなさい、スタンプセットですね。スタイリッシュスケッチズ、これウォーターカラーをするのにすごくねいいスタンプイメージだと思います。これもね昨日私注文したので届くのが楽しみです。はい、こちらはシルバーゴールド 6×6 デザイナーシリーズペーパーですね。これバックグラウンドに使うのにちょうどいいペーパーだと思います。フォイル加工がしてあるんですけれども、その上に好きな色を着色してバックグラウンド、サンプルはこんな感じになってます。あ、ちょっと暗くなるかな、見えますか、なってます。はい、こちらアメイジングフレーズスタンプセットですね。こちらいっぱいメッセージが入ってます。こんな感じです。いろんなね、ウーフー、アメイジング、ヘイ、オプスとか入ってますので、まあ、バースデーだったりお祝い事だったり、オプスというのはなんかちょっと失敗した時とかね、謝る時に使うメッセージですよね。でヘイっていうのはまあまあこんにちはということですけれども、このねサンプルもすごく可愛いです。こんな感じになってます。はい、次これですね、ツリーロッツダイ、これがまあとにかく楽しい台ですね。この台は100ドルで無料でもらえます。でこの台がですね、カタログ、ミニカタログの方の39ページの掲載されている
はい、よいしょ。こちら、こちらのスタンプセットとコーディネートになってます。すごくねこれ可愛くって、台がねたくさん入ってるんですよね。もちろん今トレンドのキャンピングカー、そしてこのツリーが大中小3つの大きさで、このバックグラウンドとこの縁取りをするような台と、あとワンちゃんだったり旗だったり、細かいですよね。このリースとかもついてますね。すごい可愛くって、私はですね簡単に昨日一つ作ってみました。今月ですね7月にクリスマスジュライのカードクラスをしたいと思うので、簡単に作れるカードをサクッと昨日作ってみましたね。こちらの DSP もミニカタログについてる DSP ですね。このワンちゃんがとにかく可愛い、可愛いですね。はい、よし。いかがですか。あ、わー素敵、ありがとうございます。メッセージありがとうございます。愛知県から見ていただいてます。M by M クラフトさんですね。 ありがとうございます。はい、みなみんさん、いちごさん、ありがとうございます。素敵、ありがとうございます。はい、こちらもすごいお気に入りなんです。なんかちょっとブリティッシュっぽい感じの、ブリティッシュアフタヌーンティーっぽい感じの柄なんですよね。スタンプとペーパーがセットになってます。はい、100ドルのご購入で無料になります。これもね昨日オーダーしました。届くのがすごく楽しみです。いろんなねテクニックができると思うんですよね。素敵ですね。はい、はい、こちらのねスタンプセットはパーフェクトポモグラネイト、ポノグラネイトというのはザクロ、日本語でザクロですね。これはですねホストをしていただくと、パーティーホストですねをしていただくともらえるスタンプセットです。もちろん個人でね300ドルのご注文いただくと、こちらのスタンプセットも無料でついてきます。またはお友達何人かで一緒にオーダーしていただくと、その取りまとめをしていただいた方にプレゼントされます。はい、こちらね先ほどちょっとご紹介した、デモンストレーター登録でスターターキット99ドルで125ドル分の製品をお選びいただけます。そしてこのセレブレーションのプロモーション中はこのプラナーですね、プラナーとスタンプセットもついてきます。とてもお得になってますね。ぜひぜひご利用ください。はい、セレブレーションはこんな感じです。裏側もねすごい、これさっきのお花のスタンプとペーパーなんですけど、すごく可愛いですよね。はい、セレブレーションは7月から8月中の2ヶ月ですので、どうぞお早めにご注文ください。はい、それではミニカタログの方に行きましょう。お待たせしました。表紙からちゃんとね見ていきましょう。よいしょ、ミニカタログ、はい、すごくね素敵ですよね。7月から12月いっぱいのミニカタログです。たくさんねホリデー用の製品が載っています。こちらのねメイキングアディフェレントスタンピングアップ社は、会社として年間いろんなねボランティアを、デモンストレーターだけではなく会社の社員のスタッフも、年に1回2回社会なんていうんですか、ボランティアの事業をしています。でこのスタンプセットはですね、スタンプセットじゃないですね、カードキットはですね、こちらランチボックスとセットになってます。ちょっとこうやって置いちゃうとカメラいっぱいになっちゃって見えないですかね。これランチボックスなんですけれども、ランチボックスの中にキットが入ってます。でこのキットはですね、もう本当に貼って
貼るだけで完成するというとっても簡単な初心者の方でもできるキットですね。封筒が3枚ずつ3色入ってますので9枚ですね。はい、ベースになるカードストックですね。まずインストラクションの方が見ていただこうかな。こんなカードができるようになります。ちょっと影ができて見にくいですか？大丈夫ですか？はい、これがですね、 Just saying hello、 メッセージは Just saying hello、 はい、 Just too lucky to know you、 I'm just too lucky to know you、 はい、 I appreciate all more than you know、 ありがとうっていうメッセージが、こんにちはとありがとうというメッセージが入ってますね。で、作り方はですね、本当にこういうふうにインストラクション写真で説明されてます。こんな感じですね。で、あ、ごめんなさい、一番のカードを作るときはこれだけの材料を使いますよということですね。で、はい、2番のカードを作るときはこういうこちらのカードを使い、エレメンツとを使います、こういうふうにねリストされているので、どなたでももう 見るだけで作り方もわかる。あと動画もスタンピングアップの YouTube にアップされます、されてます。はい、こんな感じね、カードここにエンボス加工されていてすごいおしゃれです。こんな感じでね、もう、これはフランス語とドイツ語が入ってるんですかね、英語もありますよ。はい、これ英語、これはフランス語とドイツ語ですね。じゃあ他のところに英語があるのかな。あ、もしかすると私フランス語と英語、ありました英語、はい、英語のメッセージですね。はい、3つ入ってます。なので3種類3枚ずつ合計9枚のカードができますね。はい、こちらのベースのカードストックももうエンボス加工されてます。こんな感じですね。もうダイカットもこう指でこう切り抜くだけななってるので、他に道具とか全然必要ないですよね。こんな感じです。これバックグラウンドに使うタグですね。よいしょ。これも、あ、これは1枚、あ、これ違う、スティッカーになってますね。これスティッカーになってます。こういう風に外すともうそのままカードに貼っていただけますね。で、あとこういったパールエンベリッシュメントですね。これディメンショナル、これをね使って貼っていただくと、エレメンツが浮き上がったようになって、立体的に見えますね。これが、グルードットなんですけれども接着剤の代わりになりますね。もしねこれちょっと細かくって使いづらいわという方はお手持ちの糊とかも使っていただけます。こういうふうにね、定期用ピックとかハサミとかこういったね先が尖ったものでこう剥がしていただくと扱いやすいかと思います。このねキットもすごく可愛いので、できれば対面でね一緒に作るクラスを準備したいと思います。このねランチボックスもねすごく可愛くって、もううちの娘が欲しいともうすでに予約というか取られてしまったんですけれども、今度秋から8年生になります。末っ子なんですけれどもね。はいはい、じゃあ次どんどん行きましょう。なんか喋り出すと全然止まりませんね、ごめんなさい。はい、こちらスイーティストクリスマス、アメリカらしいキャンディーケインがテーマとなったスイーツですね。
スイーツというのはこういうふうに全ての製品がコーディネートになっていて、スタンプ、台、それからリボン、エンベリッシュメント、ペーパーですね、セットになってます。でもちろん単品で、こちらに載っているように単品でご注文いただけますけれども、例えばこのスイーツを全て欲しいという方はこちらのアイテムナンバーを使っていただくと、もうこの右側に載っている製品が全部オーダーされることになります。でもう初心者の方でも簡単に使っていただけるように、全てカラーコーディネート、デザインもコーディネートされているので、この中からこの製品を使ってカードを使っていただくと、すっきりとね、スタイリッシュな作品にどなたでも仕上げていただけるということになります。ね、はい、サンプルもすごく可愛いですよね。よし、どんどんめくっていきます。こんな感じで、はい、次のスイートですね、サンタエクスプレス、これ可愛いですよね。結構柄が細かいのでね、こんな感じになってます。でこちらのねスイートも、このサンタエクスプレスメモリー&モアカードパックとエンベロップがセットになってますので、これ本当に初心者の方とかね、お道具を持っていらっしゃらない、たくさんお道具を持っていらっしゃらない方でも、こういったねキットを使っていただくと、カードをね簡単に作っていただいたり、あと次のページにあるかな、ごめんなさい、こちらね、こんな風にね、スクラップブックも簡単にできます。スクラップブックというよりは、まあこういったフォトポケットに、カードストックを入れてページを作っていくという形になりますね。はい。こちら、ジョイフルフェリーバンドル。バンドルというのは、スタンプと台の組み合わせですね。で、こういう風に一緒に購入していただくと、10% の割引になります。でもちろんスタンプとスタンプ台個別で購入していただくこともできます。はい、これかわいいですよね。これマークしたのはお家のこれ台ですね。台でこんな風にボックスが作れるようになってます。でこちらハンドメイドウィッシュズ、これタグとパンチとねバンドルになっているので、例えばホリデー中いろんなベーキングとかねギフトを作られる方、こういったのでタグが簡単にできるようになってます。はい、こちらはペンギンプレイス、去年出たペンギンちゃんのスタンプとパンチのセットがまた復活してます。メリエストモーメントも去年発売されたスタンプセットと台ですが復活してます。はい、ボーグオブホーリーズ、これ渋いですよね。見てください、葉っぱだけのスタンプセットと台なんですよね。それでこんなに素敵なカードがたくさんサンプルが並んでいます。この多分お花はポインセチアのお花はペーパーをカットしたんじゃないかなと思います。すごい渋い色のペーパーでですよね。素敵です。あ、安子先生ありがとうございます、こんにちは。はい、もうクリスマスなのですね。はい、そうなんです。クラフト世界はもう夏からもうクリスマスの準備をします。はい、ね、安子先生はですね、群馬の桐生市で、クッキー教室をされていて、アイシングクッキーの教室をされていて、本当に素敵なねアイシングクッキーを作っていらっしゃるので、私もねぜひ日本に帰国の際はクラスをね
参加させていただきたいなと思います。一度、ハンドメイドのズームセッションでしたかね、でご一緒させていただいて、お誘いいただいて参加させていただいてね、いつもね、インスタでもメッセージをねいただいてます。ライブを日本時間の水曜日の夜にねされていて、私安子先生のすごいソフトな話し方の大ファンなんですよね。ぜひぜひクッキーに興味のある方、ぜひ安子先生の、インスタライブもご参加してください。はいはい、ライトブアグロー、これですね。こちら表紙にもなっている、はい、表紙にもなっているスイートです。もうこれ一押しですね、私大好きです。このこちらもねすごい渋い色合いで、昨日スタンプセットと台はオーダーしたので来週届くんですけれども、ペーパーだけはねプリオーダーでオーダーしました。 6×6 6インチ四方の小さなペーパーなんですけれども、チェリーコブラーとイーブニングエバーグリーン、ソフトソキュレント、ベリーバニラ、ベーシックブラック、ゴールドが基調になったペーパーですね。たっぷり12種類の柄、裏表を入れると24種類になりますよね、の柄が、48枚セットになってますので、たっぷり使っていただけます。裏側もこんな感じでねなってます。で今回ねこのカードを使ってさっきちょっとご紹介しましたが、7月のクラスはですね、簡単に作れるカードですね。ワンちゃん、スコッティのワンちゃん、これ黒もどっかにあるんですけどね、あれどこに置いちゃったかな、ありました、黒ね、はい、これかわいいでしょう、ワンちゃん。でこちら、これもう1枚6枚ね作れるクラスをご準備したいと思います。でこちら全部ミニカタログ、今出てるミニカタログのスタンプセットを使ってます。はい、でこのね、ここに使ってる柄入りペーパーが今回のこのライツアグローのデザイナーシリーズペーパーになってます。はい、よいしょ。はい、ライブもご覧くださりありがとうございます、安子先生。はい、ありがとうございます。本当にね、安子先生のねお声は優しくって癒しなんですよね。大好きです。はい、クリスマスライツ、このね台、スタンプと台が本当に細かくって素敵だと思うんですよね。このキラキラ感がすごいいいですね。で届くのがすごく楽しみです。はい、さっきご紹介したクリスマススコッティですね、これかわいいです、ワンちゃん。こちらスタンプセットと、はい、パンチがセットになってます。パンチがセットになってるとね、カードがサクサクとね簡単に作っていただけます。こんな感じでね、クリアのセットになってますね。ワンちゃんが3匹入っててとても可愛いです。でここね、このリボンなんですけれども、また動画化がズームのクラスでご紹介できればと思うんですが、キッシングテクニック、キスですね、スタンプ同士をキスさせるんです。このリボンとこの、チェック柄を、合わせてこういった風なスタンプになってます。リボンだけのね形で押すと単色のリボンになるんですけれども、ここの柄を拾ってインクをつけるとこんな風に柄入れのリボンもできるというテクニックですね。はい、すごく可愛いワンちゃん好きにはたまらないセットです。サンプルもねこんな風にいろいろ、クリスマスだけでなくってバースデーのプレゼントとか、こういう風にね作っていただけるとすごく可愛いかと思います。
今回のねミニカタログ、動物が結構たくさんあって、次のページも動物のサンプルが載ってるんですけれどもね、はい。ね、こちら先ほどご紹介しましたね、トゥリーフォーセール、こちらもね細かなスタンプセットでとっても可愛い、ここにもねワンちゃんが載ってます。で作ったサンプルはこんな感じですね、とってもシンプルにしました。でこの台がですね、セラブレーションの方で結構細かな台がいっぱいついてます。今トレンドのキャンピングカーだったりツリーも3つ大きさついてきてますね。あとこの電球ですかね、ライトの台だったり、クリスマスリースのこういったリボンとリースの台だったりついてきてます。すごくね可愛いです。お星様もここに3つ、とにかく細かな台がいっぱいついてます。はい、どうですか、今まででお気に入りの作品ありますか。はい、あ、安子先生ありがとうございます、とっても可愛いカードです、ありがとうございます。はい、こちらはもうスノーフレークのねこのペーパーが、これ昨日オーダーしたんですけれども、ベラームシにスノーフレークの加工がしてあるんですよね。すごく届くのが楽しみです。これでボックスとかねラッピングとかしたらすごい可愛いですよね。あともちろんカードのこんな風にバックグラウンドに使ったりとかもすごい可愛いかと思います。はい、個人的にこちらのスタンプもすごく素敵だなと思ってます。昨日オーダーしました。はい、ペーパーはですねこれメタリックシマーペーパー、6インチ四方のペーパーなんですが、黒とこれイーブニングエバーグリーンですかね、入ってるのが、はい、イーブニングエバーグリーンですね。でこちらがケイジョンクレイズとパンプキンパイになってます。なのでこれなんかは秋とかハロウィンとか秋の、こちらはクリスマスですかね、まあ、もちろんブラックのホワイトはクリスマスでもいけますし、あとニューイヤーズとかも使いますね。この紙ねすごいキラキラしててとってもおしゃれな紙です。裏側はね白になってます。で結構分厚いのでね結構しっかりしてますね。この紙もペーパーも使うのがすごく楽しみです、ね、このサンプルとか本当素敵だなとか思って一目惚れしました、このセット。はい、はい、佐藤6440様ありがとうございます、素敵ですねとメッセージいただきました。はい、ストーリーブックグノームズですね。これとても人気のある製品です。プリオーダーで結構たくさんの人購入してましたね。私はねちょっと購入はしてないんですけど、ペーパーだけ購入しました。ペーパーとあとアクセサリーは購入しました。使いこなせるかなとか思って、多分まあいろんな人のサンプルを見てるとだんだん欲しくなってくると思うんですけれども、まあとりあえずペーパーだけ試してどうかなというのを見てみたいと思います。はい、こちらスノーマン、これねフレームがすごく可愛いですよね。スノーフレークになってます。はい、オールバンドアップ、また動物さんが出てきてます。このね鳥さん、パーチドインナトリーという、これもねサンプルすっごい素敵ですよね。台がねこういう風に、ちょっと暗くなりますか、台がねこういう風に林の風景ですとかねカットできるようになってるんですよ。これがすごい素敵だな、おしゃれだなと思います。はい、はい、ラスティックハーベスト、今年のサンクスギビング用のカードですね。黒がね貴重になってるんですよね。すごいおしゃれなシックなセットです。ですでこれですね、もう昨日の時点で
スイートはバックオーダーになってます。なぜかというと、こちらの黒のカードストックがバックオーダーになったので、スイートとしてはオーダーできなくなってるんですけれども、単品で例えばバンドルだったりアクセサリーだったりペーパーだったりはオーダーできるので、もしご注文される方はこちらの、単品でオーダーしてください。この、ブラックのね 12×12 12インチ四方のカードストックがバックオーダーになってますので、スイートとしては今オーダーできません。ご注意ください。はい、で今回このスイートで注目すべきはですね、これなんです。はい、エンボスアディションズトゥールキットと言いますけれども、長くねスタンピングアップをしていただいている方はご存知かと思うんですけれども、ちょっとゆっくり見ていただきましょう。これね、エンボスをするときに使うツールなんですね。これがトレイになってて、ここに粉をこう入れると、ここから粉が容器に戻せるようになってます。なのでバラバラとね散らからずに、とても便利なトレイになってます。でそれプラスツイーザーですね。これヒートを演舞するときに髪を押さえるこのピンチのようなものですね。あとブラシ、ブラシはですね、ペーパーにエンボスパウダーをかけた時に余分な粉を除くためのブラシだったり、あとはここにね残った粉をほうきのように吐いて綺麗にするブラシがついてます。そしてやっとですね、このエンボシングバディが戻ってまいりました。このエンボシングバディね、しばらくスタンピングアップのカタログから外れていたんですけれども、ヒートエンボスするときには絶対必要な、ツールです。これは紙エンボス、ヒートエンボスする前に紙にこの粉をはたくとですね、こうそっとこするとですね、静電気を防止してくれて、余分な粉がカードストックにつかなくなって綺麗に仕上がるんですよね。なのでこのセット、これセットになってます。今回セットで27ドル、あ、ごめんなさい、あ、そうですね、セットで27ドルになってます。今ヒートエンボスのねお好きな方、ぜひぜひマストの製品ですので、ぜひご注目ください。ね、かぼちゃのサンプル素敵ですよね。もう私もこれ昨日オーダーしました。去年出たかぼちゃもね本当素敵だったんですけれども、本当今年もまた素敵なのが出てきたので、やっぱり欲しくなって買っちゃいましたね。はい、でこんな感じですね。サンクスギビング用のターキー、このねテクニックとかすごくいいと思います。マーカーでスタンプに着色して、一つのスタンプなんだけれどもいろんな色が入っているという、とてもおしゃれなサンプルだと思います。はい、アップルハーベスト、こちらもねフルーツですからね、とても普遍的なスタンプイメージだと思います。メッセージもサンキューだとか入ってますね。はい、ハロウィンがやっと出てまいりました。かわいいウィッチの絵柄ですね。ハロウィンのペーパーはですね、今年はブラック&ホワイトですね。ブラック&ホワイト、グレー、あとグレーですかね。なんですけれども、これもしかすると、あ、グレーですね。グレーですね。はい。ブラック&ホワイトのところはね、お好きなようにね、着色していただくこともできるので、いろんな使い回しができるかと思います。このバンドルも可愛いですよね。シャドウ、子供たちの、シャドウがこんな風に、スタンプセットになってます。はい、でこちらはウィッチのハット、帽子がパンチとコーディネートされているので、サクサクとねカードやタグを作りたい方には良いかと思います。
はい、ギンガム、私発音ができないですね。ギンガムコテージ。はい、こちらね、こちらすごいかわいいリースのスタンプセットと台なんですけれども、もうご覧いただくと、はい、クリスマス、サンクスギビング、ハロウィーン、いろんなシーンに使えるセットですよね。こちらもね、私スタンプセットはまだ購入してないんですけれども、ペーパーだけは購入しました。このペーパーなんとですね、48枚入って30ドル、たっぷり入ってます。12インチ四方ですので、たっぷりこんなにいっぱい入ってて、いろいろと使い回しできるかなと思って購入しました。ギフトラッピングだったりね、パッケージングに使えるんじゃないかなと思います。裏側、よいしょ、見えるかしら。裏側はこんな感じになってます。バレンタインも、48枚入りですのでね、いっぱい入ってます。はい、よいしょ。でもう一つ、このこのスイートでご注目いただきたいのが、このパールライズドエナメルエフェクトベーシック、これ面白そうですよね。これ液体で絞り出すと、絞り出して乾燥するとパールのような仕上がりになるというものだと思うんですけれども、私もこれ昨日注文したので、届いたら試すのが楽しみですね。サンプルとしてはここにリースのところに赤い点々があるんですけれど、これがサンプルですよね。こちらも白のがちょっと乗ってるかな。すごくこれも楽しみですね。いろんなところにつけれると思います。はい、はい、かわいいミモザのスタンプと、このデザインやツリーと、このちっちゃなボックスがかわいくないですか。これも、これ昨日オーダーしたと思うんですよ。すっごい最後まで迷ったんですよね。結構細かいのでどうしようかなって迷ったんですけれども、ハロウィンだったり、あとパーティーフィーバーにね、すごくいいかなと思います。まあもうこういった動物系のね、ものは私大好きなので、はい、昨日オーダーしてなくても、必ずカタログの販売中にはオーダーすると思いますね。うんうん、はい、今回一押しリングドウズネイチャー、これ渋いですよね。いい感じのサンプルも載ってて、これがですね、このスタンプと台のセットとコーディネートされたペーパーがセラブレーションの方に載っています。すごくね、すごくおしゃれなペーパーで、はい、最初から見ていただいた方はもう見ていただいてると思うんですけれども、もう一回ご紹介させていただきたいと思います。あ、安子先生ありがとうございます。ボックスかわいいです。はい、南さん153ありがとうございます。かわいい、はい、ボックスね、ボックスかわいいですよね。もうちっちゃいもの大好きです。はい、これこのペーパーすごくおしゃれじゃないですか。もう色合いとかね、この水彩画風のねタッチがすごい素敵だと思います。これが無料で、50ドルのご購入で無料でついてきます。絶対ですよね。昨日これたくさんオーダーしました。このマッシュルーム可愛くないですか。もうこれでバッグとか使ったらすごい可愛いですよね。はい、これ年輪ね。この年輪がさっきのこのミニカタログの方で販売されている台、
を使ってカットできると思うんですよ。でその台が、ハイブリッド式になっていて、エンボス加工もできるようになっているので、ここが絵と合わせてエンボスされるとすごい素敵になると思うんですよね。もう届くのが楽しみです。これだったらクリスマスでもこれいけますかね。ちょっとポインセチアっぽいような色柄じゃないですか、ねね、こんな風な森の景色というんですか、林の景色というんですか、昨日チコちゃんのテレビで森と林の違いは何ですかということをやってたんですけれどもね、なかなか勉強になりました。はいはいはい、じゃあこちら、このヴィンテージクリスマスですね。このスタンプは年間カタログに載っているボトルのパンチとコーディネートされてますね。はい、こちらも先ほどご紹介しましたスプレンディッドデイ、すごくねホリデーカタログには珍しい色合いなんですけれども、南半球の方では季節が北半球の方とは逆じゃないですか。なので春とか夏をイメージした製品だそうです。ということをねスタンピンアップの本社の方が製品紹介の時におっしゃってました。確かにね、でもこの色合いならばいつでも使っていただけるかと思います。とにかくペーパーが、やっぱりこちらもペーパーが素敵でホイル加工されてるんですよね。なのでウェディングとか何か特別なオケージョンとかのカードだったりボックスだったりを作るのにすごいおしゃれだと思います。とっても豪華なねペーパーですよね。よいしょ、珍しいですよね。ソフトシーフォームのホイル加工されてるというのはすごい珍しいと思います。こんな感じ で裏を返すと、裏側がですねこちら A 面、はい、B 面はですねこういった色合いになります。すごくねこちらも素敵な色合いですよね。スタンプセットと台は、よいしょ、はい、スタンプセットは見えますか、こんな感じです。センチメント あのフォントがすごい繊細でおしゃれですよね。センディングハグ、レッツセレブレイト、マッチラブインユアニューライフトギャダー、トゥデイイズザデイトゥリメンバー、今日の日を覚えておきましょう、記念すべき日です、ですね。まあ、なので結婚式だったりねに使えるセンチメントですかね。はい、台もすごくおしゃれな葉っぱがねカットできるようになってます。でこちらにこのなんていうんですかね、ボール花瓶、花器のようなね、お花を生けるようなボールのような台もついてます。とてもおしゃれなセットですね。はい、はい、こちらもね水彩画にぴったりのスタンプセットですね。であと私このタグがすごく気に入りで昨日オーダーしたんですけれども、セレブレイトウィズタグバンドルですね。クリスマス、バースデー、あとバレンタインも使えるんじゃないかな。この XOXO が入ってるのですごく可愛い。このサンプルの、ね、色合いがね私気に入って、もう一目惚れしました。よいしょ、はい、こんな感じで、このワンちゃんのねスコッティのサンプルもこれ可愛いですよね。もう一つここにもワンちゃんのサンプルあります。すごく可愛いです。最後のねページにバンドルのリストが載ってます。バンドルというのはですね、
単品で、スタンプや台も購入していただけるんですが、それを一緒に購入することで 10% 引きになります。発売されて半年以内、もしくは1年以内の製品がバンドルの対象になりますので、ね、お気に入りのものはございましたら、お気に入りのものがございましたら、ぜひね、このバンドルの 10% の割引、ぜひぜひご利用ください。で、最後の方のページにこういう風にスタンプの一覧表、はい、台の一覧表、こういった製品のね、一覧表になってますので、なかなかね、サンプルを見ながらだと細かな製品どんなものがあったかなって見にくいんですけども、こういうふうに一覧表になっていると、あ、この柄入りペーパー今回はのカタログではこういうのが出ているんだなっていうのが一見で見ていただけるかと思います。はい、こんな感じ で最後、これはですね、ホストリワーディング、ホストベネフィットで150ドル以上をご購入いただいた方、もしくはパーティーをホストして、その売り上げが150ドル以上になった方に、購入していただける製品なんですね。で、普通のお値段のスタンプセットお安くなってます。このスタンプセットですね、これ私大好き、かわいいなと思って、こちらキャロリングマイス、はい、ネズミちゃんたちが歌ってるんですけれども、普通で購入すると22ドルのが13ドルになってます。で、その13ドルというのは150ドルをね、例えば注文していただくとスタンピングリワードというのが 10% つきます。300ドル購入していただくと 12%、 450ドル購入していただくと 14%、 600ドル以上購入していただくと 16% のリワードがつきます。で、それで、あとですね、450ドル600ドル以上だと 50% オフのがのアイテムが一つ選べるというふうにもなってます。で、例えばですね、150ドルのご注文いただくと 10%、 150ドルの 10% ですので、15ドル分の製品が、お好きな製品がカタログから選べます。で、例えばどの製品でもいいんですけども、現在発行されているカタログから どの製品を選んでいただいてもいいんですけれども、この2つの製品はですね、ホスト150ドル以上の方だけ購入できるということで、150ドルの、ご注文いただいて 10% のリワードですので、15ドルのリワードがあります。その15ドルのリワードを使っていただいて、この13ドルのスタンプセットを購入していただくということになります。購入というか無料でついてくるということになりますね。で、こちらは、柄入りペーパー、デザイナーシリーズペーパー、セレブレートエブリシングのペーパーが18ドルでついてきます。これは12インチ四方のが48枚ですので、ね、たっぷりペーパーがついてきて、普通だったらば30ドルの価値があるペーパーパックですけれども、それが18ドルでもらえるということになります。で、これですね、キャロルマイス、こちらでサンプル作りました。で、このね、サンプル、色鉛筆、ウォーターカラーリングの鉛筆で着色してます。こちら、着色して、あと、ブレンダーペン。こちらで、色鉛筆じゃない、ウォーターカラーリングの、ペンスルで着色した、上をなぞっていただくと、このね、鉛筆の粗さが消えて、まるで水彩画で着色したような仕上がりになります。これね、本当初心者の方におすすめしてます。これだ、ペンスルね、これ多分13ドルぐらいでしたかね。で、いろんな着色ができるので、コスパ的にもすごい
優秀なセットですね。はい、こんな感じで。でこれさっきご紹介したワンちゃんのカードと一緒に7月クリスマスインジュライでカードクラスしていきたいと思います。はい、またそちらのね告知は後ほどさせていただきますね。はい、こんな感じでねざっとカタログの中をご紹介させていただきました。何かご質問、気に入った製品ございますでしょうか。どうぞメッセージ残してください。あ、たくさんの方見ていただいてますね、ありがとうございます。いや久しぶりのライブですのでねちょっと緊張してまして、どんなことをおしゃべりしたか後で見るのがちょっと不安なんですけれども、はい、なんか日本はすごい暑いそうですね。なんかニュース見てると熱中症のニュースが伝わってきてます。日本の方どうぞ気をつけてお過ごしください。はい、アメリカの方ぜひねまた7月から対面でクラスも始めていきたいと思いますので、ぜひぜひご参加ください。はい、じゃあ今日はありがとうございました。ぜひまた次のライブでお会いしましょう。それではまた。